どうもお疲れ様です。それでは暗号通貨ニュース、今回はちょっと目立つコインの紹介です。ラブリーイヌファイナンスっていうね、そんな通貨が目立ってきました。現在ね 537.4% 600% ぐらいの値上がりを見せていたわけですけども、ちょっとこれの個別を見てみましょうか。まだね、時価総額はそんなに高くないんですけども、いきなり資金がガーンと入ってきたみたいです。でちなみにこれね、過去1年で見ると別に今日に始まったことではなくて同じ水準まで行ってるんですよ。ですんでこのとんがりをね、意識されてた方ってのはこの辺りで仕込めてるはずです。で今回日の目を見たって感じですよね。マックス行きましょうか。はい、まだまだ高値をつけるポテンシャルがあったってわけですね。ですから非常に可能性の強いラブリーイヌファイナンスというね、暗号通貨で、上場して値段は下がったんですけども、それ以上に突き上げる時があったってことを考えると、これあながち変なコインではないかなと思います。その後また売られて値段が同じ水準まで下がって、またコブを作って最初の上場初期値まで戻ってきたと。でまた今回3回目の上場初値と同じ価格まで来たってことですよね。で上場してすぐの価格の倍以上までつけてた実績があるってことは、これからもこのペースでこれが起きるんじゃないですか。例えば22年のセプテンバーから23年のジューンまでね、期間がありますけども、これ考えてみると1年に一度こういうリズムで高値をつけるんじゃないかなっていうのが、上場後からこうやってね測れていくわけですよ。1年に一度っていうよりも半年に一度ですね。22年、その年のうちに山ができて、でまた半年、23年に山ができて、今回24年になって山ができましたんで、これ値段が1回ね、また同じ水準まで下がった後 0.0425 円以下に下がった後、仕込むことによってまた60倍とかね、6倍とか7倍か5倍6倍っていうのは狙われるのかなと思いますね。こういうふうにして可能性のあるコインを過去の実績から探っておく方法はあります。当たるも八景ですけどもね。はい、そしてラブリーイヌファイナンスっていうのは、ラブリースワップ、ラブリーウォレット、ラブリーコイン、ラブリーチェーンか、スマートコントラクト監視サービスって書いてますね。どこで購入できますかってことですけども、パンケーキスワップというね、なんとも近づきたくないところで買えるみたいです。 V2 ですね。はい、他の人気のあるオプションは LA トークンとかアクセンド EX ビットマックスがありますと。ちょっとこの辺も近づきたくないなと。リスクの高いコインですね。購入方法、売却方法についてはリスクがあります。ただしラブリーイヌファイナンス自体に対してはチャンスの方が大きいかなっていう見立てですね。はい、それでは以上です。